お姉さんタオルありがとうございます。夢見える。新作を出しましたので、ぜひあのね、ラジオ形式の動画を出したので、ぜひ、あの心理テストとかはね、コーナーもあるので、ぜひ聞いてくださーい。やっぱ YouTube ってさね、 YouTube ってやっぱ映像を見なきゃいけないじゃないですか。YouTube は。っていうのを、でも映像を見るのってマジで、ね、映像を見るっていうこと結構、めんどくさかったりするじゃないですか。見逃したとか。それがない。のってなんだろうって考えたときに、ラジオ水二郎さん、ライト、いっちゃんさん、紙スタンプありがとうございます。そう、ぜひぜひ、まあね、2回目見るときにぜひ写真とかいろいろシュンって挟まるのを見てもいいですしね。ご飯中にね、まあ、流しつつ写真が出たらちょっと巻き戻してみるでもいいですし、立山県警さん、ハート、小じゃけさん、紙スタンプ、あの姉さん、紙スタンプありがとうございます。そう、なのでぜひ聞いてみてください。お願いします。そう、チューリップを買ったんですよ。私は、ずっと
お部屋に飾りたくて。でもあのなんか好きな好きななんか素敵だなって思う花瓶がなくて、そうもう本当にシンプルな透明の花瓶が良かったんですけど、なかなかそれがしかもあのねいい感じのデカさのなとなかなかなくて、それをこう昨日じゃないこの前不意に吉田とお買い物に行ったら本当に不意に会って、なのでそうしかも330円でね可愛い花瓶があったのでそれをゲットしたらそこにお花を入れたくて、私よくあの生誕のお花とかさ、やっぱお花ね見て捨てちゃうじゃないですか、結局枯れたりするし、ずっと劇場に置いとき千秋楽の日にねもう捨てちゃう、まあ、なきゃいけないって時があるので、よく私舞台とかだとね持って帰るんですよお花を。そう可愛いです。一輪300、あ、まあそんぐらい、5本で1500円、でもあのよなんか自分で選んでいいよみたいな。そうあのでまだねチューリップまだ完全体じゃないやつなんだけど、完全体じゃないの、これを買ってまいりました。そうペットボトルとかあのねしかもいい感じのつぼみ状態のものを5本、こちらはマンゴー色になるものです、これは薄ピンク、こんな、これはね本当は何色だっけ、この後黄色に咲くものです、ちょっとこれオレンジかな、でこっちが黄色で、これがちょっと赤っぽい感じので、これが白、かわいい、でこれが花瓶、私が気に入った花瓶です。これも330、これが330、これガラスなんですけどね、結構持ちますよみたいな。ちょっとこれ切ろうかな。これで置いておきます。後でちょっとね切るんだけど。でも紙花瓶じゃない、なんだっけ、あのなんか球根の方を買おうかなって思ったんだよね、球根かいろんななんか育てやすい球根が3個セットになったやつとかが売ってあったの、あのさ東京に
よくある青山、青山なんだっけ、青山フラワーなんちゃらみたいなのありますよね。青山フラワーマーケット、私ここよく行くんですけど、そう、ここの、ここにね、行ってあった、あの言葉はね、素敵ですよ。花のある姿、なんで心現れるんだろうって嬉しいの、わかる？チューリップの花言葉、思いやり破壊。球根いいよね。バラは色と本数で花言葉が変わる。そう、そうなの。そう、駅の中によくあるやつ。青山フラワーマーケット、でもチューリップも色、チューリップというかお花はね、結構色によっても違うんですけど、色別、色、うん、赤色は、赤色のチューリップは愛の告白、真実の愛。ピンク色のチューリップは愛のメンバーへ、誠実な愛。黄色のチューリップは望みのない恋、名声。白のチューリップは失われた愛。紫のチューリップなんだろう。紫のチューリップは不滅の愛。だそうです。皆さんキラキラスタンプ、タミヤさん紙スタンプ、ありがとうございます。結構いろんな、あのチェーン店ですね、青山フラワーマーケット。店員さんが包んでくれないです。わかるわかるわかる。だから私よく、よくというか大体お任せしますね。花言葉はね、でもチューリップだと言い伝えが関係してて、昔のあのオランダの小さな村に、少女がいて、その少女にその3人の騎士が恋をして、その騎士が彼女の心を射止めようとね、それぞれ家宝を大切にしてきた王冠と剣と黄金を少女に送ってプロポーズしたけど、3人の中から1人選ぶっていうことはできませんっていう思いやりから、花の女神であるフローラっていう人に少女が自分を花の姿に変えてほしいっていうのを言って、それを聞いたフローラがその子をチューリップの花に変えたってやつだから、騎士がくれた王冠はチューリップの花で、剣は葉っぱで、黄金は球根を表していると言われていますって書いてある。そういう伝説から来るんですね。駅ビルの花屋の前を通ると季節ごとの違う花が、わかる。私もお花屋さん見ちゃうんだよね、よく。いっちゃんさん、ハートありがとうございます。
オレンジのチューリップはテレア、テレアっていう花言葉。花はよく買ってはない。スーツのサラリーマン風のおじさんとか花束買ってると結婚記念日のかなとか。わかる、私も電車の中でよく花束を持った人とか見るとなんか素敵だなって思いますね。チューリップ全然時期じゃない、チューリップはね5月とかなんですけど、4月の終わりからまあ5月の頭にかけてくらいが、あ、やばい、チューリップなんですけど、そう、まだなんかこれから伸びますよっていうチューリップをいっぱい売ってた。送別会での花ね、最近チューリップ売ってるんですよ、結構咲き始めみたいな。誕生日とか記念日に花のプレゼントができるおしゃれな人に俺はなる、ドン。お花もらえる人なんです。確かにね。お花が買う、お花を買う習慣がある人になりたいです、私。ね、メンマさん、はじめまして。初見ありがとうございます。花をプレゼントして心から喜んでくれる人は存在的。いや、それも結構ね、どんな人かなって思ったら花プレゼントするのもいいかもしれない。そう、私お花の定期便を頼もうと思ってるんだけど、でもやっぱり自分が好きな花を飾りたいなと思って悩んでる。いや、なんかさ、超奇抜なお花とか届くじゃないですか。そう、それもいいんだけど、自分が好きなお花飾りたいなって思うのもあって、ちょっとすごく迷ってるけど、どうですか、使ってる？だってあれポストに届くんだよね。チューリップの他に好きな花、チューリップと桜が好きです、とひまわり、あとバラ。でも小さい頃はラナンキュラスっていうバラみたいなんだけど、こうなんかバラの花びらがめっちゃ多いやつみたいなのあるんですけど、あれが好きでしたね。とりあえず新しい花を知ることもある。そうなんだよ。あとね、買いに行かなくていいっていうのが結構でかい。お花屋さんって結構すぐ閉まるじゃないですか。すぐ閉まるの概念がね、私ちょっとバグってるかもしれないけど、9時とかに閉まるじゃないですか。球根買って自分最初の、いや、それもね、今日考えた。とてもなんか鉢植えで球根がもうつい球根がこう5個ぐらい、大きいの2個と
ちっちゃいの3個が埋まってる球根セットみたいなやつが、しかも1500円ぐらいで売ってて、安って思って、そうでも言ったけど、すごく、うん、花を育ててる余裕はないなと思ってそう、自分のことで精一杯、まだの花を食べるとガチャみたいだけど、楽しさを自分を感じてる前に、え、いいよね、絶対定期便いい、でも定期便にしようかなって思ってた。定期便か老後にゆっくり植物を育てたい、わかる、定期便か、うん、一輪挿しいいよね、だって一輪買うだけだもんね、素敵だなって思う。ジョンマイとかでお花が届いてたらもらってこよう。ジョンマイライブ東京公演26日からです、皆さん来てください。ちなみに18歳以下は2階なんですけど、2階だったら18歳以下は無料で入れますし、親御さんがついていく場合は親御さんも4500円で入れちゃうので、見れちゃうので来てください。玄関に植物を置くと風水上がるよ、無料、え、無料やばいよね、ね、せめてさ500円ですとかならわかるけどさ、帰りに球根買おうかな。花に始まる、私みたいに花瓶も新しいのしかないけど、いや私ね、花瓶一生欲しいんですよ。なんかあの、うん、プレゼントに花瓶もらったらセンスあるなって思う。花瓶欲しいんですよ。なんかちっちゃいのを入れれるやつとか、一輪で入れ飾れるやつとか、そうなんですよ。じゃあまだ59分じゃない。花瓶っていうか、でも私はもう本当にこう素のこういうガラス、私ガラスが好きなんですけど、こういうガラスのものを、綺麗なガラスだけのものとか素敵だなって思います。じゃあランキング読みます。13位アミさん、12位ベルちゃん会長さん、11位タミヨさん、10位サイレントディームさん、9位ユーティーズ7さん、8位オムライスさん、7位横湯さん、6位ジョークスノーさん、5位ケンちゃんさん、4位ミョンミンさん、ミサノ3位イッチャンさん、2位エンチャさん、1位アナヤさん、ミサコ最高でした。ということで1662人ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。ジョンマイラブ、友達誘ってきてください。バイバーイ。